裏がコーナー240ポンドデビボイスミス。さあ今デビボイスミスが紹介されました。ダイナマイトキッド。そして先日のサンダーボルトからダイナマイトキッド。裏がコーナー245ポンド中野真一、22歳プロレスに青春をかけております。アスカファイター小林邦明、打倒タイガーマスクとの決戦が間近であります。30分一本勝負がこれから開始されます。この試合の解説は雑誌ゴングでおなじみの竹内浩介さんです。竹内さん、はい。まあ、この試合いわゆるその重量級ではありませんが、パワーのカルガリー空爆大隊、技の維新空爆隊と、こんな感じがしますね。非常にスピードとパワーに満ちた甲子園なんじゃないですかね。まあ、非常に似通っておりますが、今右側に画面に映っておりますのが、これがダイナマイトキッドであります。先陣を切りますのはデビーボーイスミス。まあ、この昨年暮れの世界最強タッグの決定リング戦では、長州と互角の勝負を展開したというデビーボーイスミス。非常に動きがいい、勝ってよし、そして飛んでよし、3拍子も4拍子も揃っているカルガリーブラザースです。一方ブルーのトランクスは中野真一。おーと場外を放り投げました。早くも場外を放り投げるデビーボーイスミス。先日の松戸大会ではカナディアンエクスプレスのルイスと対戦した中野真一、ルイスのスピードとパワーに、前半はよくついていきまして前線しましたが、しかし、まあ、あと一歩のところで、ルイスにピンホールを奪われております。その中野真一、デビーボーイスミス、非常に軽快な動きです。完全に左を押さえていますが、どうですか、竹内さん、はい、このいわゆるカルガリーブラザーズのタッチの妙というのは、これはもう絶妙ですね。まあ、これはですね、ロードゴリラとは一味違ったですね、非常にスピーディーないいチームが持ってますね。今も素早いブレンバスターにしました。さあ、そして持ち手持っていく。まあ、この4選手のうち、ちょっと中野が、まあ、格落ちといっちゃ失礼ですが、3人のレベルにどのぐらいついていくかという、そんな見どころもあるわけですがね。やっぱ中野にとってちょっとこれ2の重いタッグマッチになってますね。そうですね。まだ小林邦明の出番はありません。安全に中野が捉えられております。ようやく青の三角状コーナーに持っていって、今小林邦明とタッチが行われた。トラハンター小林、このシリーズのパッドフィッシャーマンズスープレックスがリング上で唸っております。さあ、カウンターで膝を落としまして、肘を落として、そして場外へ自ら刺さった感じであります。放送席の目の前の金波選手に当てました。そして向こう側へまた持っていく。かなり気合が入っております。小林邦明、ベビーボーイスミスを捉えています。さあ、肩に今直撃しました。鉄柱攻撃を見せました小林秀明。まあ、小林は長州がヘビー級で全日本プロレス制圧を目指せば、ジュニアヘビー戦争は俺に任せろと宣言しております。非常に小林の動きはいい。さあ、デビーボーイスミスがようやく反撃、そして自分のコーナーに持ってってダイナマイトキッド、3度目の来日になります。どうやらこの両チームとも場外へ放り出しますね。このあたりはどんな作戦でしょうか。力いっぱいですからね、フェンスにやっぱ体をぶつける危険性が非常に高くなってますね、はい。まあ、この5月16日の札幌大会では、小林キッドが30分一本勝負で対決して、結局小林が大流血の末、敗れ去っていると、そういう意向を持っております。さあ、今度は2人がかりの攻撃です。まあ、あの試合ではそのプロレスファンはいわゆるキッドの力が小林を上回ったと評価しているようですけれども、これはどうなんでしょうか。ただですね、小林大流血という少しのアクシデントがありましたからね、はい、それだけ一概にやっぱりそのキッドがですね、その小林に当たっているとはまだ言い切れない面もありますね。そうですね。だから、まあ、このタッグで、一つ対戦して小林の良さを見てほしいと思いますが、さあ、今バックドロップを見せましたダイナマイトキッド。そしてシュミット流のバックブリーカー、自分のコーナーに持っていく。なんとかクリアした中野真一です。まあ、中野真一はやや荒削りながら光るファイトを見せます。さあ、もう時間
滞空時間の長いブレンバスター。カウンター2、やはり餌食になっております。ターゲットになっておりますのは、中野真一です。183センチ98キロ、そして攻めているデビーボーイスミスは182センチ98キロです。体重は互角なんですが、しかしまあ、外国人特有のいわゆる筋骨隆々ヘラクレスのような体してますよね。特にあの上半身のですね、硬くなったの筋肉、これは素晴らしいもの持ってますよね。これはあの日本選手は相当鍛えてもこういう体にはなりませんね。ちょっとなりませんね。そして神宮のコーナー、中野が持ってきて、あ、小林がエルボーを落とした。そしてドロップキック、瞬発力のあるドロップキック、得意の攻撃です。さあ今度はどういう攻撃に行くか。小林がショルダーで当たる、ショルダーアタック、もう早い展開だ。おーっとラリアットカウンターで見せました。この辺りの変わり身が早いデビーボーイスミス、ハーフになる姿を見せて、そしてデビーボーイスミスのリフトアンが見せました。そして腕に今度は、おーっと膝を落とせません。ギロチンドロップに行きましたが、これはかわした。さあ反撃になるぞ、おっとそばっとラリアット行きました。レグラリアット、そしてトーキック、小林も満を持していた感じですが、今度はダイナマイトキッドです。5月16日と去年を思い出したか。おっと飛ばされる、ファースラムで投げ飛ばされました。小林邦明です。アスカファイターというだけに非常によく言います。小林邦明、特に小林は6月21日 6.21 武道館決戦では宿敵タイガーマスクとの決着戦がありますよね。そうです ね、これもですね、もうそろそろ決着の時期に来てるわけですから ね、 小林としても何が何でも負けられない一戦ですね。はい、もう一回で今調整段階を迎えている小林。さあ今度はスミスのトップキック、トップロープからいった。そして今度はどういう攻撃か、目まぐるしい展開です。オープレグラリアット、レグラリアットを仕組んだか、これは完全に入っている。場内にこうする小林、そして小林が持っていくか。おっとこれをまた逆に返す、かなり強引ですねこれは。返しました、ショルダーバスターに行く、中野がフォローに出る。まあこの辺りの返し技、まあスミス小林譲らないですね。今のあのちょうどツームストンパイルドライバーの返しだったですね。そうですね、得意のツームストンパイルドライバー、それをうまく逃れました。そして今度はデイビーボーイスミスに変わりました。ハンガリーブラザーズカミソリファイターのダイナマイトヒット、そしてデイビーボーイスミス、中野真一が出ます。この中野選手は先ほども場内の女性ファンから取り囲まれておりましたけれども、甘いマスクで非常にあの若い女性ファンの人気があるようですね。そうですね、あの10代の女性の中で非常にやっぱり人気が高くなってますね。そうですね。さあ今度は釣り天井かロムロロスペシャルに行くぞ。ありましたね、完全に入っている。これはどうですか、逃げられませんか。おっとこれはフォローに入ります、小林がフォローに入りました。今完全に決まりましたね。ちょっと一心とコーナーに近かったの失敗だったんですね。この辺りの代わりに今度は片襟、今度は片襟反撃、ダイナマイトキットが出る、ダイナマイトキットが出ます。まあしかしこのややその格下でありますけど、中野真一頑張ってますね。強いですね、真空小林のつなぎがまあいいですね、今のところは検討してますね。そうですね、ダイナマイトキットが捉えて、そしてスープレックス、ダブルアームスープレックスに行ってカウントは2、今度はヘッドバット、ダイビングヘッドバット。まあこの技なんかもよくあの、かつての AWA のチャンピオン、 NWA チャンピオンの、ハリー・レースが見せましたけどね、ダイビングヘッドバット。ちょうどレースがカナダに遠征した時代ですね、非常にこの技が興味深いと見せましたからね、影響を受けてるわけですね。そして今度は小林邦明がデビーボーイスミスを捉えました。スミスを捉えて、またまたレグラリアット、これはボディのあたりに直撃しました。これも効いているぞ。そして向こう側行って、今度はどういう攻撃か。おっとコプラに行く、コプラに行く。しかしヒットがすぐフォローに出ました。このあたりも早い展開、パワースラム。そしてまたスミスとタッチが行われる。このあたりのタッチワークは巧妙。さすがにキャリアリブラザースになっている。おっとこの今のダメージどうですか。
素晴らしいラリアットだったんですね。引っ掛けるような形ですからね。から引っ掛けてきましたね。そして今度はブレンバスターの体勢か。おーと一度トップロープに上がるかもしれないですよ。上がって、おーとトップロープから一度はブレンバスター、落差がある、落差は 1.5m、 カウント3、危ないか、ダイナマイトチームが中野真一、トップロープからのブレンバスター見事に決めました。ピンホールです。まあそれにしましても中野真一よくやっているといった矢先なんですが、あダイナマイトキッド、そしてデビーボーイスミス、やるカルガリーブラザーズのその息というのは大したもんですね。チームワークプラスあの驚異的なパワーですからね、はい、ちょっと及ばなかったですね、はい、堂々と小林文明、中野真一組をピンホールで下しました。決め技は片エビ固め、9分2秒ということになりましたが、まあ堂々たる勝利ですが、これで中野真一がまあ何かを得て、そして大きく飛躍してほしいですね。一歩一歩ですね、やっぱり外に力をつけてほしいですね。そうですね。